皆さん、拍手でお迎えしましょう。お願いします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。麻生リハビリテーション大学校で校長代行しております田中です。よろしくお願いいたします。この麻生リハビリテーション大学校では、今皆さんの大好きな部活を最後まで、怪我をせず、また落ち込むことなく続けられるよう部活支援プロジェクトということを行っております。その一環で今回の講演です。私も楽しみにしておりますので、皆さんも楽しみに最後まで聞いていただければと思っております。よろしくお願いいたします。まあ、ここで僕の中で一番の挫折というか、牧野選手っていう、今ヴィッセル神戸で活躍されている、小学校からずっと一緒に、ね、切磋琢磨というか同じチームでやってきたんですが、牧野選手はもちろんユースにこう普通に上がれたんですけど、僕はそこでこう上がれなくて、こう挫折というか、まあ、そういうのを味わいました。僕の場合は常にその目標を達成するためにはライバルがそばにいたというか、身近な目標をね、身近なライバルを作って努力して、グループディスカッションを行っていきたいと思います。きっと記念の時間に入っていきたいと思うんですが、皆さん手を止めてもらって、自分らしく声を出してチームを引っ張れるように頑張っていきたいと思います。さあ、苦しんでる時でもしっかり、まあ、キャプテンとしてセンターバックとして声を出してチームを勝たせれるように頑張っていきたいと思います。センターバックの元気のないチームはチームとしても元気なくなっちゃうんで、一番うるさく熱く、やかましいぐらいにやってください。理学療法士の前田です。元 FC 東京で理学療法士として仕事をしていてですね、ワールドカップを翌年に控えた2017年7月に足首の怪我をされてですね、リハビリを一緒にしたというような関係性になるんですけども、普通リハビリっていうのは単調で、全然こうあんまり面白みのない練習がずっと長く続くんですけれども、まあ、彼は本当にこうやりすぎなぐらいトレーニングをしてしまうっていうことと、なんかこう無理をさせないようにトレーニングを止めるのもトレーナーの仕事なんじゃないかなって思うぐらい、やっぱりこう動いてしまうっていうのもあったので、それはすごく僕自身は勉強になりました。私自身はスポーツの理学療法に関わる上で復帰し活躍する選手を見るっていうのが非常に嬉しいことだなっていうふうに思います。こちらで終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。